フレジュスは、フランス、プロヴァンス・アルペ・コート・ダ・ジュール地域圏、バール圏のコミューン。リビエラ海岸にある海辺のリゾート地である。フレジュスイコール・プラージュ地区バール圏東部に位置するフレジュスは、アルジャン川とレーラン川に挟まれた、反乱源にある。東は、モール山地、西は、エステレル山地である。コミューンの生誕は、地中海に面した、フレジュス湾である。 夏は暑く乾燥し、冬は温暖で湿潤な地中海性気候である。モール山地とエステレル山地に守られているものの、時にはミストラルが吹きつける。稀ではあるが、レバント風とシロッコが吹き荒れることもある。年間平均気温は摂氏14.4度、日照時間は年約2748時間である。フレジュストはユリウスの市場を意味する、 ローマ植民地、フォーラム・ジュリーから派生したものである。2世紀には、フォーラム・ジュリアム、1024年には、フレイユーリを、14世紀以降に、現在の名に固定された。1801年以前は、アクサンテギュのないフレジュースであった。ローマの水道橋社東ガリエにフレジュースの最初の、定住者は、イジトナの天然港にいた、リグリア人であった。オーリアスクサンには、 当時の鳥で跡が残っている。当時の風景は現在とは違っていた。フレジュスの丘は現在よりも内陸にあり、湿地帯で海から切り離されていた。このために外部からの攻撃や洪水の危険から守られている上、海との行き来も容易であった。少なくとも紀元前43年にはフレジュスの地に町があった。紀元前29年から、 紀元前27年の間にコロニア・オクティビアームと呼ばれた。当時の町は農産品と手工芸品の重要な市場長であった。アウグストステージ代の名はホーラム・ユリア・オクティベノーラム・コロニアであった。紀元前22年にガリアナル・ボネンシスが属州となり、フレジュスはオスティアに次ぐマリアナル・ボネンシス第二の港湾及び海軍基地となった。 ティベリウステージ代に、現在も残る主要なローマ建築物が建てられた。アンフィテアトルム、水道橋、灯台、ローマ浴場、劇場である。四世紀、フレジュスに、キリスト教の司教座が設置された。司教座の町となったにもかかわらず、港に砂が堆積したために町は衰退していった。七十二年には、ロンバルド族が、七十四年には、 サクソン人が町で略奪を行った。896年には、サラセン人がアプト周辺を荒らし回った。旧世紀終わりには、町は破壊し尽くされ、住民たちは攻撃の及ばない、後輩地へ逃れるか、サラセン人によって、フラシネトゥムへ連れ去られた。973年、プロバンス博義王ム一世が、サラセン人を退けると、フレジュスの港と、町は、 プロヴァンス白漁に組み込まれた。サンレオンス聖堂はこの時代に建てられ、町が城壁で囲まれた。1347年、フレジュスは国死病の大流行に見舞われた。1471年、フレジュスには266世帯が暮らしていた。また、この時代に、海からはバルバリア海賊の攻撃を受けた。 1485年に再びペストが流行した時、聖パオラのフランチェスコの鳥なしで、町は奇跡によって守られたとされた。これ以降、パオラのフランチェスコは、フレジュスの守護聖人となっている。近世のフレジュスは、ヨグノー戦争の戦場となったり、プリンツオイゲンの侵攻を受けたりと、不安定な時代を送った。1860年、死は、海と、 旧市街の間に横たわる湿地の観宅事業を開始した。海辺のリゾート地として注目され、イギリス人観光客たちのための別荘やホテルが20世紀初頭に建てられた。1911年、海軍航空基地の設置が決定された。1913年9月23日、地中海を横断し、チュニジアへ向かう途中で、ローラン・ギャロスがフレジュスに立ち寄った。 新たに陸軍大臣となったジョゼフ・ガリエニがフレジュスに住居を構えていたためにフレジュスにはフランス植民地軍の駐屯地が作られた。海外領土から集まる兵士のためフレジュスにバゴダやモスクが建てられた。並行して1920年代には海に面したフレジュスイコール・プラージュ地区には海水浴場、ホテルが整備された。1 9 4二年十一月 ドイツ国防軍がフレジュスの海軍航空基地を占領した。1959年12月に近くのマルパスセダムが決壊し、町民の5%にあたる400人余りが洪水に巻き込まれて死亡し、町内にある古代建造物も被害を受けた。マルパスセの悲劇アーチダム最初の崩壊、建物が壊れる理由、構造の崩壊その真相に迫るレビ M、 M. レビ、M. サルバドリン1、マキタニエジ、モチズキシゲル、建築技術、1995、P132 から138。ありがとうございます。